じゃあ最後僕ちょっと前に出て喋っていいですか。まあ、まず今日僕がちょっと何よりも伝えたいのは、ちょっとあの今日来てくださったラッパーの方々だったり、そのヒップホップ関係の皆様、僕がツイッターでちょっと揉めてる件ですごい気まずい思いっていうかなんかさせたと思います。申し訳ありません。で、龍蔵さんでしたっけ、彼が言ってることはわかります。そんな出るようなお前ら分際が出るようなフェスじゃねえぞっていう気持ちはわかります。わかってるんですけど、なんていうんですかね、それを踏まえた上でちょっと言いたいことがあります。まあ龍蔵さんでしたっけ、あなたが喧嘩売ってきたんだからこっちは買うっつってんだから、なんかアンサーしてよ。ツイッターで黙ってないでさ。俺は俺らのことをローリングラウドにブッキングしてくれた人に感謝してる。だからそのブッキングしてくれた人をディスるようなのは俺は許せない。だからまあなんかあれがヒップホップじゃねえ、これがヒップホップじゃねえって、そういうのは僕違うと思って、逆にそうですよね、レペゼンってヒップホップじゃないですよね、すいませんっていうのもダセえと思ってて、俺は自分のことをヒップホップだと、レペゼンはヒップホップだと、どっちの方がヒップホップなのかはあっていいと思う。だからどっちがヒップホップか決めるためにこっちに上がってきてもいいし、俺がそっちに行っても構わないし、まあ何かしらで終わらせたいなと、蹴りをつけたいなとは思っております。はい、以上です。すいません、後ろの4人はどっちのヒップホップも素晴らしいと思ってます。はいヒップホップ別にどっちが上とか決めなくていいと思ってます。そうですね、それぞれのスタイルがありますから、それぞれでいけばいいと思います。僕はでも社長の気持ちも分かります。もちろんそれはもうリーダーですからですよね、それはもう分かりますよ、もちろんリーダー。まあここで引いたら出せんで、はい、僕は引きたくないっすね、行きたいっすね。で、あれがヒップホップじゃない、これがヒップホップじゃないとか置いといて、なんていうんですかね、ローリングラウドに出た時も、あ、出ることが決まった時も、なんかこれブッキングしたやつ誰だとか、どうだこうだ、こんなのレペゼンのくせにとかいうやついるっすよ。で、 24K ゴールデンとの曲出した時も、 24K ゴールデン落ちたなとか、こんなやつとコラボしやがってとか言うけど、そういうのってなんかダセやつの言うことなんですよね。アメリカ僕ちょっと住んでてヒップホップ見てきてて、アメリカビルボードヒップホップだらけっすよ。じゃあ日本のオリコン、まだまだヒップホップだらけじゃないっすよね。こうやってローリングラウンドに出るんだすげえとか、誰々とコラボできるんだすげえって言って上がっていくやつを持ち上げていくようなヒップホップにしていきたいなと、日本の僕は思ってます。チャンネル登録してね、チャンネル登録し、魔王毒魔王毒 MBCDEFA MBCDEFA サイレンなんて待っても遅いね、巻いて炊いて待ってたいね、エイヨー栄光成功名誉エイヨー剣道連動テンポエイヨーエクソエクソハーエクソエクソエクソハー Just wanna go, just wanna go、 俺たちイケてる奴らでも Just gonna go, just gonna go、 騒げる奴らで一緒に go、 からの突然のフーカンフーハッスルバックハッスル突然のフーフー、おめでとうございます。あーうまい、酒がうまい、酒がうまい、見てね